別に嫌いなわけじゃないけど、うん、うん、帰りたくないね。居場所ある？帰って。ない。帰るって連絡したらもう部屋ないぞって、弟の子供の部屋にしたからって。カナエは居場所ないよ。仕事もないし、帰ったらやっぱりお前には東京は無理だったか、だから行っただろうって視線が待ってる。誰？連続殺人犯かもしれないじゃん。いや、カナエ、じーっと話聞いてたんでしょ。こうじーっと気配消して聞き耳立てて。そう言っちゃうとあれですけれども、別に聞き耳立ててたわけじゃないし、誰も僕のことなんか知らないし、友達なんて生まれてからできたことないし持ったことないし、そうやって隠れて生きてきて、そのまま死んでいくんです。急で驚いたけれども、皆さんがいてなんか見てたりとか話したりとかしたら、なんか楽しくて、この部屋で一緒に暮らしませんか。もしそれで少しでも楽になるんだったら、そうしませんか。友達になってくれたらそれだけでいいですから。僕たちは出会ってしまったんだと思うんです。だって僕の名前成瀬ひろしじゃないです。のぞみ、たまえ、かなえ、よう、おお、ねちゃんと意味あるでしょ。のぞみ、たまえ、かなえ、よう、ねこれは運命でしょ。間違いないでしょ。一緒にいるべきでしょ。僕は今日のためにこの日まで生きてきたんじゃないかなって、そんな風に思ってますよ。僕あれなんで、女の人には興味がない、あれなんで。そのつまりはゲイなんで。よろしくお願いします。早く林田さんに謝らないと。違います。いつも一緒で男とか女とかないみたいになってて、いいのかなこれでって言ってたぐらいで。そうそう、いやもう楽しすぎだよね私たちってね。とある事情でゲイじゃない男の子がゲイのふりをして暮らすんだけど、そこに現れたゲイの美青年に愛されてしまって、だんだん心が開いてしまって、この似てるかそれ。素敵だなと思ってて、そういう人と一緒に暮らしてることなんか誇らしくて、世界中に言いたいぐらいに。男とか女とか、ゲイだとか、そうじゃないとか、なんかもうどうでもよくなってた。あなたたちは僕にとっての女神なんです。あなたたちは世界から見たらそんなに大きな存在じゃないかもしれない。3人とも自分でそう思ってる。でもずっと一緒
懸命頑張ってきたあなたたちはこの世界に必要な存在なんです。幸せにできると思うんだ、したいんだ。だってしてるから。なんだよそれ、プロポーズかよ。そうだよね、初めてされた。私だってそうだよ。ないと思ってた。私には、私もだよね。女神たちと天使の同棲生活に乾杯。じゃあ、全員一致でプロポーズお受けすることにいたしました。ありがとう。まあどうなるか分かんないけど、やってみるかね、楽しいし。個展を開くとこから始めよう。